アイテム番号 SCP-158JP。 オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-158JP は現在定期限度物品保管ロッカーに保管され、性質が再発現しているかどうかについて D クラス職員を用いた検査が20日に一度行われています。性質の再発現が確認された場合は直ちに検査要員の D クラス職員を終了させた上で SCP-158JP を専用の電子錠金庫に保管してください。 SCP-158JP 内容の暗記者は可能な限り雇用を継続してください。現在暗記者による口頭での新たな暗記者の要請が進行しています。後継の暗記者の要請が完了するまで現行の暗記者は危険業務が全て免除されます。説明。 SCP-158JP はハードカバー装丁が施された一冊の本です。表紙には何も書かれておらず、自動装置によってページを開きながら行われた観察実験によって内容もすべて白紙であることが確認されています。SCP-158JP の特異性は、生きた人間が両手で SCP-158JP を視界内に保持し、ページをめくることで発現します。最初のページをめくると、第1ページに赤い文字の文章が出現します。この時点で被験者は SCP-158JP を読み進めることに対して一切抵抗が不可能となり、被験者自身の意思に反して SCP-158JP を読み続けることを余儀なくされます。SCP-158JP の内容となる文章は日記形式で進行し、被験者が読み続けるのに合わせて白紙のページに追加され続けます。同時にページ自体も増量しますが、SCP-158JP 自体の重量は変化していません。最初のページをめくらなかった場合、性質は発現しません。文章は、被験者が最も精通している言語で出現します。被験者が SCP-158JP を68ページまで読み進めると、被験者は眼下、鼻孔、外耳道から出血し始めます。この時の出血総量は毎分 0.3ml ですが、1ページ読み進めるたびに出血総量は 0.2ml 増加します。さらに128ページへの到達によって膀胱、爪床からも出血が始まり、216ページへの到達は肛門、尿道からの新たな出血を誘発します。被験者が出血多量によって死亡するか、外的要因または干渉によって SCP-158JP から視線を逸らすことで、SCP-158JP は自動的に閉じられ、損傷や汚れが修復された上でページ総数は元に戻り、内容である文章も消失します。この状態で再び SCP-158JP が開かれた時にはページがリセットされた状態で性質が再発現し、また1ページ目から読み始められます。SCP-158JP は、削除済み、による大規模な、編集済み、の跡地で発見されました。編集済みのために SCP-158JP の起源と思われる存在についての物的証拠は得られませんでした。編集済みの発生は多大な物的被害を生じましたが、死者、行方不明者、重傷者は報告されていません。特記 B クラス職員に SCP-158JP を可能な限り読み進めさせ、文章の内容から性質の正体と起源を探る実験が実行されました。B クラス職員には絶え間ない輸血と各種栄養物質の注入を行い、循環器系への負担軽減のための人工循環器への接続手術をあらかじめ施しています。さらに、これらの措置や出血への不快感を軽減するため、編集済み、契約剤が投与されています。実験開始から147時間後、SCP-158JP は 42,651 ページ目に到達すると突如異常な性質を喪失し、以後無力化しました。実験後 D クラス職員には緊急的に再治療が施され、
危機的状況から生還させることに成功しました。そしてその後のインタビューによって、実験中は長時間にわたる薬剤投与、過度な注入と輸血の継続により正常な精神状態ではなかったにもかかわらず、B クラス職員が SCP-158-JP の内容を完全に記憶していることが判明しました。SCP-158-JP の内容を精査した結果、これは SCP-158-JP の影響によるものであると結論付けられています。また、SCP-158-JP 内容の暗記者が存在しなくなった時点で、SCP-158-JP の性質が再発現する可能性が SCP-158-JP 文中にて示唆されていることから、本実験を担当した B クラス職員によって新たな暗記者の養成が現在進行しています。本実験ではカメラによる SCP-158-JP 内容の記録を言っていましたが、文字のにじみによって判読不能な点が多数存在していたため、暗記者のみが内容を完全に把握していると見られています。本実験での SCP-158-JP 内容の部分的な抜粋記録は記録文書 158-41AZ にて閲覧が可能です。記録文書 158-41AZ SCP-158-JP 内容の部分的な抜粋です。判読不能な点は現在暗記者の証言によって補完が進行しているため、今後修正される可能性がある点に留意してください。SCP-158-JP の性質が再発現した際は、下記の記述が一致しているかどうかを優先して調査してください。あらゆる記述は無記名であり、ページ数の表記は後の研究によって付け足されたものであること。日付はもともと各ページの隅に殴り書きされていたものを編集して下記の書式としたものであることに注意してください。ページ1。日付、18、年、月、日。なぜ私がこうしようと思ったのか。実際のところそれはわからない。日記をつけるのは初めてではなかったが、これがおそらく最も長い記録となるだろう。私自身のことをすべて記すつもりはない。歴史の見届け人などという大層な身分でもない。この先、私自身に起きたことだけを記すつもりだ。過去のことは、今や全く無意味だ。ページ31。日付、18、年、月、日。虫を踏みつぶすことを恐れる者がどれだけいるのだろう。命が溢れるこの世の中で、何かを奪わずに生きられるものだろうか。しかし、それは間違いなく恐れるべきことなのである。命は命であるというだけで罪なのだ。生きるためには、奪わねばならないからだ。今朝、予期せぬ心臓の痛みで目が覚めた。病院から、嬉しそうな笑顔をたたえた老婆が家族とおぼしき夫人に付き添われて出て行くのが見えた。私の心臓がその病院で治ることはないだろう。夕方には車にはねられた。視界の隅に、道の真ん中で菊を抱えた子供が呆然と立っているのが見えた。慣れたものである。引っ越しの準備を済ませねば。ページ271。日付、18、年、月、日。罪は清められなければならないのだろう。誰がそう決めたのだろうか？おそらく、私だ。苦難も悲しみも感じないが、それはやはり私が異常である証拠なのだろう。心臓と足が痛む。昼頃、左足の膝から下が切断された。それでどうなったのかはわからない。きっと多くの何かが救われたのだろう。義足を作り、新しい仕事を探さねば。ページ1218。日付、19、年、月。限界がどこにあるのかなど私は知らない。だがそんなことを考える余裕などはどこにもないのだ。無限にある時間が惜しい。日記を書くのが難しくなるようなことが起きた。私を愛してくれる者がいるのを知ってしまったからだ。しかし、彼女の言葉には答えられないだろう。彼女はおそらく、私の全身の傷や障害に哀れみを抱いたのだろう。
私は動機の聖者に無関心であるが、しかし彼女は気づいているだろうか。自分が人形を愛していることに、やはり事務仕事などを始めたのが間違いだった。すぐにも立たねばならない。右人差し指の骨折が悔やまれる。荷造りが億劫だ。ページ1283。日付19、年、月、日。いつも通りのことが起きた。それだけである。彼女の腫瘍は私の頭蓋であがなわれた。知る者など誰一人としていないし、知らせるつもりもない。どこまでも私の日常であり、世界の非日常だ。頭痛がひどい。脳がはみ出てはいないだろうか。指先がしびれ、ぼんやりと金属のような味が口中に広がる。だが急がねば、彼女に見つかりたくはない。ページ9721。日付、19、年、月、日。どうやらまた戦争のようだ。実に飽くなきものである。子供はおもちゃ箱をひっくり返すことは知っていても、それを元通りに片付ける術は知らぬだろう。子供同士で後片付けを押し付け合ううちに喧嘩になり、いつしか散らばったおもちゃを誤って踏みつけて壊してしまうだろう。それは、あらゆる子供のためのおもちゃだったというのに。さて、私はそれをたしなめる大人であるのか。それとも散らばったおもちゃを拾い集める手足の生えたおもちゃ箱であるのか。どちらにせよ、進化した兵器による大いなる災禍は私を滅ぼすに足りるものであることだろう。ページ11214。日付、1945年、月、日。私はまだ生きている。どういうことだろうか？私にはまだ頭もあればどうもあり。日記をつけるための右手も左目も残っている。まだ私が必要となることがあるというのだろうか？それとも私は弱まっているということなのだろうか？確かに。少なくとも彼ら自身は自らの幸運には一切気づいていないように見える。あれだけのことが起きていながら、国家がまだ国家であることがどれほどのことなのか。とにかく、こうなっては致し方ない。私はまだまだ生きねばならない。ページ21284。日付、19、年、月、日。隠者の座がは縄で縛られ、求めし者の前に引き出される。かつて世の中は私をそっとしておいてくれていた。いや、私に気を止めるゆとりはとても今までにはなかったと言った方が正しいか。いかつい装備をした幾名かが、私の住処に踏み込んだ。私のことをホワイトだかレッドだかと呼んでいただろうか。どうやら私を捕まえようとしたようだ。ひたすらとぼけ、人違いではないか。というと数時間後には引き上げていった。この日記が見つからずに済んでよかったと心からそう思った。彼らが何者であるかは重要ではない。問題なのは、世界は互いに奪い合うだけではなく、互いに災いを押し付け合うだけではなく、ついに自らを守ろうとする努力を始めたということだ。それは大いなる結実と矛盾を生むだろう。おそらくは、この私のような。ページ25631。日付、19、年、月、日。世の中は早い。変化は、それが変化だと気づかないうちに起きている。歴史の転換点を生きる者たちは、自らがその岐路に立っていることに微塵も気づかぬものだ。私、判読不能、が辛い。手がなくとも日記が書ける。判読不能、になっている。少し字が、判読不能、目をつぶれば上出来だ。158、41AZ 作成者吹き。このページから先は判読不能な文字が格段に増え、文字数や語彙が乏しくなり、文字の大きさが不安定になっています。少数の文章が2枚以上のページにまたがって綴られている例が顕著になり、1日、1ページという規律的なペースが乱れています。ページ27813。日付、年、月、日。年を取ったものだろうか。この日記に、私自身が意味を見出し始めている。無意味なことである。これを誰かが読んでくれるのではないかと期待し始めている。
喉が痛む。判読不能。声を失うのに。随分時間がかかったものだ。もっと早く。私は多くを失っていると思っていた。ページ39219。日付、20、年、月、日。本当に、多くが救われたのだろうか？私に、意味はあったのだろうか？痛み、だけが残る。私にも、世の中にも。ページ44-21。日付、なし。早く、来てくれ、頼む。ページ41284。日付、編集済み。いよいよ私の死ぬ時が来た。今ならわかる。これでよかったのだ。と、すべてを背負えるだけの魂がまだ私にも残っていて、本当によかった。私がやるのではない。それは起きることなのだ。起こしていることではない。しかし本当によかった。この場所が、世界の隅であることに感謝しよう。158、41AZ 作成者吹き。このページから、文章、文体、文字の形態がページ25631以前の整ったものへと戻っています。このページの日付は、削除済み、による、編集済み、が発生した日でした。ページ41285、ページ42649までは判読不能なほどの滲んだ文字が書き連ねられていました。暗記者の証言による補完はこの部分から優先して行われています。しかし158-41AZ が新たな SCP-158JP へと変異する可能性を提言する必要があるため、完全な文書記録の作成、または複数の記録の統合は実行されません。ページ42650。日付、なし。私の人生は、まさにこの力を得てからのものが全てであっただろう。それを全て書き連ねた日記は、私の写し身と言っても過言ではない。そして結局のところ、私はそれを誰かに覚えていて欲しかったのかもしれない。世界の隅にただ居続けた、一方、でしかない。私、本当のところは、それを知っていて欲しかったのかもしれない。引き受け続けた私が、誰かにそれを託したかったのかもしれない。この世の災禍は絶えることがない。それを人の身が引き受けることが可能なのだろうか？すべてに。いずれは何かが下されるのであろう。覚えていてくれ。我々を忘れないでくれ。ページ42651。日付、削除済み。私の人生は、まさにこの力を得てからのものが全てであっただろう。それを全て書き連ねた日記は、私の写し身と言っても災い事ではない。そして結局のところ、私はそれを誰かに覚えていて欲しかったのかもしれない。世界の隅にただ居続けた、一方、でしかない。私、本当のところは、それを知っていて欲しかったのかもしれない。引き受け続けた私が、誰かにそれを託したかったのかもしれない。この世の災禍は絶えることがない。それを人の身が引き受けることが可能なのだろうか？すべてに、いずれは何かが下されるのであろう。覚えていてくれ。我々を忘れないでくれ。最後まで読んでくれて、ありがとう。さようなら。